皆さんこんにちは。ぐっさんこと山口智光さんが最近はテレビであまり見かけなくなりましたよね。実はあることがきっかけでテレビに出なくなり、ダウンタウンとの不仲説まで出てきました。今回はそんなぐっさんの干されたきっかけや、ダウンタウンとの共演 NG の噂など、気になる山口智光さんの現状について調査してみました。まずは簡単にプロフィールから。山口智光、生年月日1969年3月14日、身長175センチメートル、体重84キログラム、所属吉本興業東京本社、愛称グッサン。グッサンはお笑いタレントだけにはとどまらず、モノマネや司会者、歌手、俳優、声優といったさまざまな仕事をこなすマルチタレントとして知られています。もともとはどんどこどんというコンビを組んでいましたが、ピンで売れ始めて以降事実上の解散となりました。若い世代はグッサンがコンビだったことを知らない人も多いのではないでしょうか。もともとグッサンはミュージシャン志望だったらしく、中学生の頃にフォークギターを親に買ってもらって以来、演奏歌唱力ともにめきめきと上達し、湾内ロックンロールのコントキャラクターとして、元雨上がり決死隊の宮迫博之さんと共にクズを結成しましたが、ただのコントキャラクターでは終わらないほどの人気を築き、精力的にシングルやアルバムも出し、全てが僕の力になるなどのヒット曲もありました。そんなお笑いもミュージシャンとしても好調かと思われていましたが、ダウンタウン、サマーズ、雨上がり決死隊、キャインが出演していた人気番組リンカーンでグッサンのコーナーがあったにもかかわらず、何も理由を告げずに消えたことから、番組を取り仕切っていたダウンタウンと揉めたのではという噂が流れました。今や芸能界の重鎮であるダウンタウンと揉めてしまうと芸能界で生きていくのは難しそうですよね。何かしらの揉めた事件があったのかと言われていましたが、理由はスケジュールの都合とされていました。当時司会を務めていた虹色寺院とリンカーンの収録日が同じで、スケジュール的にきつく降板したと言われていました。しかし他にも理由があったと言われており、もともとコントが得意なグッサンは芸人の内輪ネタをいじり合うようなリンカーンの企画と合わなかったや、仲の良い芸人がいないグッサンは内輪ネタについていけていなかったなど、グッサンの性格に合わなかったのではないかと言われていました。明るく交友関係も広そうなグッサンですが、実はダウンタウンの松本人志さん曰く、芸能界で一番怒りや悲しみの感情がない人というほどあまり感情がないような性格なんだそう。イメージとは違う性格ですよね。さらにその性格からか、スタッフから敬遠されているとの噂も。悪い性格ではないですが、細かく番組内容にとにかく口を出していたそう。バラエティ番組でよくある台本と実際の内容が現場で変わると、台本と違うと取り直しを求めてきたりと、取り扱いにくい印象なんだそうです。このことも要因なのかは分かりませんが、リンカーンが降板になったことでダウンタウンとの不仲説よって芸能界を干されたとなったそうです。しかし実際はダウンタウンとの不仲説はデマで、2020年にダウンタウンナウにグッサンが出演しました。ダウンタウンとは約10年ぶりの共演で、意外にも坂上忍さんとは初共演。グッサンとダウンタウンは同じ吉本興業所属でありながら、なかなか会う機会がなかったといい、松本はグッサンやとしみじみ嬉しそうにする場面も、グッサンもダウンタウンさんやと久しぶりの再会を喜びつつお酒を交わしました。坂上さんが共演 NG の噂があるみたいだけどと聞くと、浜田さんはいや俺らは全然と否定し、松本さんもうなずきました。グッサンも本当にダウンタウンさんのこと嫌っているとかなくてと返答。松本さんがテレビ的にはそういうしかないよねと反応すると、グッサンはいやいやそれだったらここに来てないですよと改めて否定する場面がありました。なかなか共演はないですが、不仲説はデマだときっぱりとここで否定したようですね。そして干された理由としてもう一つ大きなものがあります。その理由がグッサンの名前である山口智光を検索すると、
山口智光逮捕と出てきます。グッサンって逮捕されたの？と思う方が多いと思います。しかしグッサンは逮捕されていませんが、山口智光さんは逮捕されています。どういうことかというと、2013年に山口智光という名前のグッサンと同姓同名の人物が事件を起こし逮捕されたのです。さらにこの事件を起こした犯人が大阪出身山口智光だったため、世間はグッサンが事件を起こし逮捕されたと思ったようです。事件内容も児童ポルノで、幼い子供の画像を所持し捕まっており、時期がグッサンがテレビに出なくなり始めた時期だったことで、世間はグッサンが逮捕されたと思ってしまったそうです。不運でしかありませんが、タイミングがタイミングなだけに、グッサン逮捕され芸能界を干されたと未だに思っている人も少なくないそうです。現在は東海テレビでグッサンチ、読売テレビでグッド地球便、 BS 朝日で魚が食べたいなどのレギュラー番組のほか、歌手としてライブツアーなども行っています。2020年の3月に虹色寺院が放送を終了し、全国ネットでのレギュラー番組はなくなってしまいましたが、地方番組などではレギュラー番組もあり、タレント活動も続けています。さらに2021年には宮迫博之さんの YouTube でクズのワンナイト限りのスペシャルライブも行っていましたね。コメントには、相変わらず声量とハモリ最高、加工なしでこの歌声がすごい、青春時代に聴いてましたなど、その歌声に感動した視聴者が多く、この動画は300万再生を突破していました。またミュージシャンとの交友関係も広く、ユニコーンの奥田民生さんのチャンネルに出たりと、 YouTube に前向きに出ている印象です。実は2019年3月にグッサンのグッダクサンチャンネルの開設をしています。ただ今はリニューアル中のため休止しています。しかし昔から自分の番組を持ちたいと話しており、 YouTube とかがない時代に取材で将来の夢を聞かれて、一日中自分が出てるチャンネルを持つことと言っていたそうです。動画が削除されたのか、まだ投稿されていないのか分かりませんが、未だに投稿はゼロの状態で、このままフェードアウトしてしまうのかと思われていますが、 YouTube にはかなり前向きなようで、僕が企んでるやりたいことを一番純度高くやれるのは今あるカテゴリーの中だと、もしかして YouTube なのかもしれませんと前向きに話していました。もしかすると事務所などと調整中なのでしょうか。グッサンワールド全開のチャンネルが出来上がるかもしれませんね。今回はグッサンこと山口智光さんのテレビに出ない理由や、ダウンタウンとの不仲説について調査してみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。